トミです。今です。ミキです。畑中です。石川です。大阪です。チームオーバー。で、何が間違えたのかが分かりやすいんです。分かりやすい。これは面白いわ。こういった辺からもブレーキ踏んで、ブレーキ踏んでしっかり車を曲げます。さあ、ということで西コースに移動してきてまいりましたけども、はいはい、竹本さん、はい、今から何をされる、はい、この恵比寿の西コースほうで、今度は舗装ですね。さっきまでドロドロのとこ走ってたもんですけど、はい、今度は舗装のコースを皆さんに練習してもらいます。おー、はい、よっしゃイエーで、まずは、はい、先導車、僕たちが乗った先導車についてきていただいて、はい、どこでブレーキング踏むのだとか、なるほど、あとはライン取りを、はい、学んでいただきます、うんうん、でさっきダートコースでいろんな挙動が乱れるとか、ブレーキをしっかり踏んでから曲げなくちゃいけないだとかっていうのをぜひそこで応用して走っていただけると嬉しいです。はい、はいはい、なるほど、ここにつながる動線だったんですね。ですねブレーキ踏んだりなんかしなかったですけど、さっき大丈夫ですか確かに、うん、ちょっと進入滑らせながら入りましたけど大丈夫ですか。そうそうそう、ああいう感じでもよくないよくないですね、よくないですね、分かりました、はい、なるほど、しっかりと教えていただくと、はい、はい、じゃあ早速お願いします、行きましょうか。はい、それで寒いんでね、なんかめっちゃ風強い、一問でもないですね。それでは行きましょう、レッツゴー、お願いします。よし、ではここから西コースの、コースのポイントを解説していきたいと思います。で今回のタイムアタックは西コースを半分だけ使ったレイアウトです。西コース通常2キロあるレイアウトなんですけども、ホームストレートとバックストレートの間の、ショートカットを通った、半周のレイアウトになります。で、まず西コースの特徴なんですけども、基本的に1コーナー2コーナーすると最終コーナーのヘアピン、ストレートからのヘアピンが多いコースになってます。なのでストレートでしっかり加速をさせて、ヘアピンなのでたくさんこう減速をさせなくちゃいけないです。カーブがかなりきついので、どれだけちゃんと減速ができて、しっかり速度を抑えて曲がって、でその後のストレートにつなげられるかっていうことがポイントです。で特に1コーナーよりも2コーナー、このストレートの手前のここの2コーナーが、早く走れることができるかと、あとは最終コーナーですね、最終コーナーもコンパクトに回って、コントロールラインのところにしっかり加速できるかが重要です。であともう一つ、最終コーナー手前のここの高速の左カーブ、ここはテクニックというよりも度胸が試されるコーナーなので、どれだけこうスピードを殺さずに進入できるかっていうところがタイムに直結する、ポイントではないかなと思います。はい、まあ、その総合したタイムが、皆さん、競われると思うので、抑えるとこは抑えて、攻めるとこは攻めて、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。楽しいんですけど、こう降りるときに一気に疲れが来るから。でもなんかその嫌な疲れじゃないかな。久々のちょっと気持ち悪い。それぐらいなんか体感が違いました。でもこれ慣れる慣れる。絶対飛ばしたいですね。思うように。いやーなかなか。まあ元々ねさっきと走ってたのもあるんで。まあ、全然あれなんですけど、やっぱ自分の癖が突っ込んじゃうっていうところがあるんで、気をつけて運転したいと思います。難しい。コースの目印が少ないし、その低いスピードでの車の限界はリカバリーしやすいけど、何かあった時にリカバリーできるスピードとバランスを身につけなきゃいけないけど、そのレベルは低いので、それは難しいですね。
さあということ で今からですねタイムアタックをするわけでございますけども、ね、ちょっとどうですか畑中さん。いや全然心の準備も止まらせないんですけど、はい、でもやっぱりベストを尽くすしかない。それしかないですね、うんうん、でも安全にね。でもベストを尽くします。ベストそこ、はい、まあテーマ安全にっていうのがベースになりますから。ベストを尽くします、はい、お願いします、はい、石川さんどうですか。やっぱそうですね、無理しない無理しないけどやれることやる。いやもうそれそれでそれが結果を出してくれると信じてます。なるほど、はい、ついてくると結果は。そうです、結果は出すものじゃない、ついてくるものです。震え声まだ土下座ないようにお願いします、はい、気をつけます、さあ大阪さんどうですか、はい、でも書いておくと変わりますけど、なんかもう楽しく走ればおの、うん、ずと記録もちょっと出てくるんじゃないかなと思うんですね、はい、うんうん、ちょっと大人すごい、大人のコメント。ちょっと変にあのビビりながら乗ると逆にやばいことになりそうなんで、あむしろ気持ちは楽しく、はい、はい、このメリハリしっかりと、はい、ね、はい、ミキさんいかがですか。安全に走りますもう大終盤になってきましたし、ちょっと、ねはい、練習もねなかなか時間ぎゅうぎゅうで皆さんできなかったの で、ねうん、ちょっと無理せず、はい、無理せず行きたいと思います。皆さんどうですか。はい、帰りたいです。帰りたいです違うゾーンに入ってますけども、はい、で感じでございますよ。竹本さん、はい、今回タイムアタックのルール、はい、ちょっとお聞きしてもいいですか。ですね、はい、今日先ほど練習していただいた、デビスサーキット西コースのショートコースですね、はい、フルコースではなくてショートコースを一周皆さん、チームオーバー号でお一人ずつ一周ずつ、はい、タイムアタックを走っていきます、はい、でタイムは、私インストラクターが、乗って隣でかかりますので、はいはい、で乗っていただいてコースインして一周コースインしていただいてそのままアタック帰ってきてください。もう一周ですね。はい、一周だけです。一周、皆さん一周です。一周で、はい、あんまり無理をしてもいいことないです。早く走れないんで、車が無理をしても綺麗に安全に、今日の今の練習していただいてもその成果を発揮していただきたいなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ早速行きましょう。レッツゴー。よっしゃ、流れ作ったろ俺が。ああ、アタック開始です。はい、お願いします。はい、どうなんだろうこれ。遅くないと思いますけどね。ない。怖かったなー。くそー。最初のカーブ全然ブレーキのところ全然違ったのにもう。すいません。いや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 、でもいい走りだったんです。いや。イエーイ。発送お願いします。お疲れ。はいはいはい。じゃね。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではアタックに入ります。はい、よろしくお願いします。はい、
はい、ゴール。最後危なかったですね。最後、そうですね。アクセルオン早かったですね。そうですね。気をつけます。はい、でももう終わりなんですけど、今日。でも全体的にすごく上手だったと思います。さすが、こう前レースされてた。いやー、まあ、タイムは出なかったとしても、まあまあまあ。いやタイムが出なかったとしてもめっちゃ悔しいっす。タイムが出なかったとしてもめちゃめちゃ悔しい。めっちゃ悔しい。でも、ちょっとね、悔しいポイントが4000ほど。力まず。無言が怖い。力まず、言ってください。力まず。よいしょ。力まずリラックスして。あんまりこう、本番だからといって別のことをしない方がいいです。わかりました。じゃあ練習、さっきの練習の通りで。はい。行ってまいります。頑張ってください。はい。じゃあ、スタート。よっしゃ。いや、すごい落ち着いてらっしゃっていいですよ。いい感じ。そこまでめちゃめちゃ完璧なんですけど。ありがとうございます。最後やっちゃったな。最後最後ダートが生きてたって。最後やっちゃったよ。行きましたねダートが。いやもうこっち大歓声でしたよ。おいうわー見せてくれたねっつって。これだか最後の最後で取れたかもね。めちゃめちゃ早かった。最後めちゃくちゃ欲が出て気持ち出ちゃった。聞いてきます。はい、行きます。期待できそうですね。ね、はい、結果発表。ここをですね、一回も演奏せずに出た、ま、力さんすごくないですか。ありがとうございます。くっそくっそ。でも大阪さんがこんなに喋ってるの初めてです。あー、そうなんですか。さっきから言い方悪いですよ。会話してないんだけど、普段いっぱい喋るし。だとしても、だから、タツコ君、そのものの仕事もあんまり良くないかもしれない。